さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、小説の続きを書いていこうと思います。今は東博に入ったところですね。はい。そうですね。はい。5歳、5歳。3つ目だな、これ。
だいもうこんなに変えたらもうこれで終わりですね。はいはい。で何かというと、何が書きたかったかというと、バイリンガルであるという状況というか、日本をほとんど知らないという、日本をほとんど知らないということで、ひろみさんにとっては、何ということを、次回書こうと思います。はい、ということで今回は第何章だ、第何章の書き足しだ、初デート第4章の過失で終わりました。第4章の過失ですね。はい、ということで今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。